来月7日の参議院議員補欠選挙の告示まであと1ヶ月となりました。新人3人による三つ巴の戦いの構図が固まってきました。経験があります。そして実績があります。県のために、そして県の代表として国のために、そして我々本当にそれぞれの皆さんのふるさとのために生かせることができたら本当に本望だというふうに思っております。自民党公認の若林さんは今日県庁で開かれた会見で参院補選への意気込みを語りました。若林さんは市長としては当時県内で最も若い37歳で御殿場市長に就任、今年4回目の当選を果たし3年半の任期を残した中での出馬表明でした。参議院議員静岡選挙別選挙に当てない人の名乗り上げれれば、先月28日には静岡市駿河区で事務所開きを行いました。マイナスからの出発ではありますけれども、せめてですね、背中が見える、そして最後は追い抜くようなんです。知事選で党の公認候補者が敗れるなど、自民党にとってはまさに逆風が吹く中での選挙戦です。若林さんはコロナ対策の強化を主に、命と暮らしを守り抜く政策を訴えます。逆風だろうが何だろうが、私はそんなことはあまり気にしてなくて、自分がやるべきことを、そしてまた自分の経験を皆さんにお伝えすることが、県民の皆さんに対しての私は恩返しだと思ってるんで。失礼します。こんにちは。失礼します。失礼します。地方から日本を変えるために、この選挙戦、まずは全力で戦っていきたいと思いますので、どうか絶大なるご支援を賜りますことをお願い申し上げまして、ご挨拶に変えたいと思います。最後まで頑張りますので、よろしくお願いいたします。今日、静岡市役所を訪れた山崎さんは、野党系の市議に選挙戦に向けた支援を呼びかけました。市議会議員の時から頑張っている姿を見てきましたので、はい、ぜひ市、県、国と頑張っていってください。ステップアップ、応援します。参議院議員補欠選挙に挑戦をする決意を固めました。今回の選挙戦にいち早く名乗りを上げたのが山崎さんでした。山崎さんは25歳の時に浜松市議選で初当選し、県議会議員をおよそ8年間務めました。選挙戦では無所属で出馬する予定で、連合静岡、立憲民主党、国民民主党から推薦を受けています。やっぱり国政は風一つで変わってしまうので難しい、怖いところだなというふうには思いますが、ただやっぱり国民に対してしっかりと政治を行ってこれていない現実がありますので、総理総裁の顔を変えれば全てリセットというわけにはいかないと思っています。私は今までやってきたことを信じて、仲間を信じて突き進んでいくのみかなというふうに思っています。選挙戦では開かれた政治を目指し、SNS を活用しながら県民の意見を集めて政策に反映する考えです。先月30日、共産党も候補者を擁立しました。私たちは私たちの立場で候補者を擁立して選挙を戦う。衆院2区で出馬予定だった鈴木千佳さんが出馬することを発表しました。鈴木さんは命を最優先に守る政治に変えたいと訴えます。参院補選でも菅自公政権の審判を呼びかけるために全力で頑張っていきたいと思います。